り返るというか、こんな世界があってはいけないと僕は思いました。だから手を挙げました。高知市で旧統一教会による被害を訴えたのは、南国市の橋田達夫さんと市民団体高知憲法アクションの会のメンバーです。橋田さんによりますと、30年ほど前に旧統一教会の信者となった当時の妻がおよそ1億円を教団に支払い、家庭が崩壊。2年前には長男が自殺をしました。自分以外にも多くの被害者がいることを広く市民に知ってもらい、支援につなげようとマイクを握りました。橋田さんは来月、被害者の電話相談窓口を個人で設置する予定です。